皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。こんにちはと言ってるんですけどね、今こうやって、録音してるのは、夜なんですけどね、夜の9時です。8月24日月曜日の夜9時のちょっとした空き時間に、あ、そういえば最近ラジオ撮ってないなと思ったので撮ってみてます。はい、そうですね。で、今日ね、テーマ何喋ろうかなということで、ぼーっと考えてたんですけども、そうですね、なんか僕の生徒さんって、あの、ガチプロになりたいみたいなね、プロドラマーになりたいんですとか、プロミュージシャンになりたいですっていう人っていうのは、ほとんどいなくて、実は。そう、あの、どっちかというと、このドラムを趣味として始めて、で、自分のこの楽しみの一つとして、ドラムをやってるとか音楽をやりたいっていう方がほとんどなんですよ、僕の生徒さんの中ではね。で、中にはもちろんこうバンドマンの方とかいて、この夢を見てる方ももちろんいらっしゃるんですが、大半はね、あの、趣味としてね、あの、完全にこう自分の楽しみとして、やってる方が多くて、だから自分のバンドを組んでない人も多かったりするんですよ。ドラムを叩くことを楽しみとしてやってる方がね、大半なんで。そう。でもね、たまに、特にね、あの、進路を決める時期とかになってくると、若い高校生の生徒さんとか大学生の生徒さんとかが、プロになりたい、この音楽でご飯を食べていくためにはどうしたらいいですかみたいな質問っていうのを、ほんまにね、あの、年に数回、あの、もらうことがあるんですよ。そう、そういう質問をもらうことがあって、で、プロミュージシャンになりたいとかプロドラマーになりたいっていう話で言うと、プロっていろんな概念があると思うんで、ね、プロって何みたいな概念があると思うんで、ね、そこに関しては僕もどうやったらなれるんやろな、みたいなね。いろんなやり方があるからね、みたいな感じのことしか、ふわっとしたことしか言えないんですけど、僕からできるアドバイスとしては、音楽を仕事にするということですよね。音楽を仕事にするためにはどうしたらいいですかみたいな。問いに対しては、僕が今まで、やってきた経験の中で、こういう風な考え方をして、こういう風にやっていったら、うまくいくかもしれへんかなっていうようなお話をさせていただくことが多いんですよ。その若い生徒さんにね。そういうアドバイスをさせてもらうことがあるんで、ちょっと今回の放送ではそんなお話をしてみようかなとは思います。はい。ということで、音楽を仕事にするというよりかは、好きなことを仕事にするためには、こういう風にしたらいいんじゃないかなっていうお話なんですけど、そう。人によっては、音楽を仕事にすると、音楽のことが嫌いになるとかっていう人がいたりとかするんですけど、僕は全くそれは思わなくて、むしろ音楽を仕事にした方が、音楽のこともっと好きになってるし、自分の技術も知識も上がっていってるんで、だから自分がただ趣味としてドラムをやってるだけだったら、僕こんなに多分ドラム上手になってないと思うし、こんなね、あの、知識もないと思うし、教則本とかも書けるほどのね、知識も全然ないと思うんですけど、仕事でやらせてもらえることによって、僕はすごく楽しめてるし、っていうことなんで、むしろ僕は、仕事になった方が音楽のことが大好きになって、ってるんで、僕は全く嫌いになるとか、そういうことはないですかね。割と僕は自分のやりたいようにやらせてもらってるんで、誰の規制もなくね。昔やったらね、自分の全くやりたいようにできへんみたいな、そういうことはあったかもしれないんですけど、僕は基本的に自分のやりたいようにやらせてもらってて、っていう感じなんで、はい、ありがたいことなんですけどね、本当にね。仕事にするっていうことっていうのは、誰かにお金を出してもらうっていうことじゃないですか。だから自分の音楽とか、作ってる音楽とか、叩いてるドラムとか、自分の行動とかね、っていうのが、誰かの役に立ってないといけないんですよね。そう。で、誰かの役に立って、で、その対価として、お金をいただいたりするわけだと思うんで、まず一つ目としては、誰かの役に立ってるかどうか、自分の音楽とか自分のドラムとか、自分がこれからやろうとしてることが果たして誰かの役に立つんだろうかということをまず意識して、これからやってみるのがいいんじゃないかなっていうお話をしますかね。そう、これね、自分でほんま実際にちょっと経験したことなんですけど、昔僕バンドマンだった時に、若い時に
その、まあ、めっちゃ有名になりたいとか、誰かに認めてもらいたいとか、なんか悔しいとかいう気持ちだけでやってたんですよ、ほとんどね。そう。で、それでイベント企画したりとか、ライブをやったりとかしたんですけど、まあ、お客さんが増えることなく、CD が売れるわけでもなく、DVD が売れるわけでもなく、まあ、全然、そのお金にならなかったんですよ、僕がね。で、その時僕が頭の中でずっと考えてたのは、有名になりたいとか、認められたいとか、悔しいとか、なんかそういう気持ちだったんですよ。で、これって今振り返ったらめちゃくちゃわかるんですけど、これって、自分のことしか考えてないんですよ。有名になりたいとか、認められたいとか、なんか自分の、なんか、メリットのことだけしか考えてないんですよね。今振り返るとね、本当に思うんですけど、自分にしか矢印が向いてないんで、それは誰も、ね、ライブ見に来てくれたりとかせえへんし、じゃ誰も自分にお金出してくれへんよな、っていうことは、今になってすごく思います。こう、日々レッスンをしてたりとか、してると、まあ、いつの間にか、この考え方的に、そう、レッスンを来てくれた人にもっと喜んでもらいたいとか、楽しんでもらいたいとか、もっとこう理解してもらいたいとか、なんかそういう風に考えるようになっていったんですよ。そう。で、イベントやった時でも、なんかこう来てくれた人の顔を思い浮かべて、なんかこんな企画やったらなんかちょっと、楽しんでくれるんちゃうかな、みたいな。なんかそういうようなことを考えながら、イベントを企画したりとか、レッスンをするようになったんですよね。で、こういうなんか相手に矢印を向けると、なんかそれを受け、その矢印で、まあ気持ちを受け取ってくれて、で、なんかそれを仕事として、で、それに対してその対価としてね、そのお金を払っていただけるというね、ことになってくると思うんですね。だから、まあ自分の音楽とか、まあドラムとか、まあギターとか、なんでもいいんですけど、で、自分がこれからやろうとしてることが、誰かの役に立ってるかどうかっていうことを、まず一つ、意識してやってみるといいんじゃないかと思いますかね。はい。で、二つ目に、伝えてることとしては、自分の武器を、見つけてくださいということをね、言ってるんですよ。あなたの武器は何ですかというようなお話をしてるんですよね。そう。まあ、その好きなことをね、仕事として生きていくためには、まずこう自分の武器を見つけると。これだけは他の人には負けへんっていう自分の武器を見つけるっていうことと、その武器が最大限に力を発揮するところを見つけるということが大事になってくるのかなと思います。まあ、その自分が活躍できる場所ですよね。そう。自分の武器。これだったら自分は他の誰にも負けないっていう自分の強みと、その強みが最大限に力を発揮できる場所。っていうのを見つけるっていうことが大事になってくるのかなと思います。そう。じゃあ一体森谷の武器は何やねんって言われると、これね、本当にね、めっちゃ言いたくないんですよ。めっちゃ言いたくないんですけど、もう、こうね、ラジオ聞いてくれてる人のために言いますよ。これね、ああ、自分で言ってる、みたいなね、ことなんですけど、僕のね、武器としてるのは、人柄なんですよ。ああ、言ってしまった。これ自分で言っちゃったようなんですけど、そう、僕はね、人柄だと思ってるんですよ、自分の武器をね。そう、僕背が高いわけでもなく、パッチリ二重でもないし、ね、体も細いし、なんか、全然、ドラムもそんなに特別うまいわけじゃないんですよ、僕も。ね、他のプロの方とか、演奏を仕事としてる人とか、ね、なんか、ツイッターとかでたまに見る、こうね、凄腕ドラマーの方に比べたら、僕って全然ドラム上手いわけでもないし、ね、知識も、まあ、教則本とかもちろん書いてるんですけど、そこまでめちゃくちゃ、なんかね、何でも知ってるみたいなことでもないし、知識がめちゃくちゃ、音楽の知識もめちゃめちゃ深いとかっていうわけでもないし、そのドラムの技術も特別すごいわけでもないんですよ。だから僕が武器としてるのは、ドラムでもなければ、知識もなく、人柄なんですよ。そう。それを自分の武器としてやってるっていうことなんですね。で、これはレッスンをしていく上では、なんか、すごくこう、武器になってるなと思ってて、例えば僕すごいこう、図体がでかくて、顔がめっちゃ怖くて、っていうような、もし人だったら、ね、すごいこう、ヤクザ屋さんみたいな、ね、顔をしてたのして、めちゃめちゃ図体がでかくて怖いっていう顔だったとしたら、もし体験レッスンで来られた時に、そのマンツーマン密室で二人っきりでなった時に、その怖いと思うんですよ。ただ僕あんまり人に怖がられることってなくて実は。そうなんですよ。だから、そこは、
レッスンをしていく上でも、こうやって人にものを伝える仕事をしてる上では、なんかすごくね、武器になってるなと思ってるんですね。まあ人柄という武器をもっと伸ばそうと思って、伝え方を勉強したりとか、喋り方を勉強したりとか、心理学を勉強したりとか、脳科学を勉強したりとか、なんかそういうなんか伝える方を僕は意識してるんですよね。だから僕ドラムを仕事にしてるんですけど、僕の武器ってドラムじゃないんですよ。人柄なんですよね。はい、自分で言っちゃってるんですけど、そうなんですよ。だからよく言うんですよね、ジャズとかできといた方がいいですかねみたいな。いや、全然できなくていいです。なんかこうドラムだけじゃないんですよ、武器ってそういうところじゃないんですよ。だからメールの返信は誰よりも早いとか、なんか仕事のレスポンスが早いとか、なんかそういうところが武器になったりするんですよね。誰よりもなんかいい文章が書けるとかでもいいと思うし、そう。だからそのなんかドラムを仕事にするってなると、みんなもちろん当たり前なんですけど、ドラムの技術をどんどん伸ばそうとして、で無理をするんですけど、じゃなくて、まあドラムの技術もちろんいるんですけど、それはそのクライアントさん、まあ相手が求める技術とか知識があれば、そのお金を出してくれる人が納得してたらいいんですよね、正直ね。それはね、お金を出してくれる人は自分のどこに魅力を感じてるかっていうことを自分でちゃんと理解しておくと、そこの強みを伸ばしていけると思うんですよね。そうで、あんまり自分がやりたくないこととか、自分には向いてないなと思うことは全然やらなくていいと思うんですよね。そう、自分が得意だなと思うこととか、これは自分の強みだなと思うところが、これがまあ武器なので、そうだから、それを伸ばしていくというようなことですね。で、自分で言うと、僕の得意なことはドラムなんですよね。ドラムを叩くのが僕は得意で、で、自分の武器は何だと言われたら、僕の武器は人柄なんですよ。自分の得意なこと、ドラムで僕の武器が、人柄という武器が最大限に発揮する場所がドラムレッスンなんですよ、僕は。そう。だから、多分僕は、自分の分析で、ね、自分なりの分析で、仕事になれたんだなと思ってるんですよ。そう。だから二つ目としては、自分の得意なこととか、自分の武器を見つけると。で、その武器が最大限に力を発揮するところを見つけてくださいというようなことを、若い生徒さんにお伝えしてますかね。はい。で、最後三つ目というか、やっといた方がいいよっていうことは、自分で自分を発信するということですね。そう。どんどん自分で自分を発信して、やっていくということですね。そう。まあ、今の時代は本当にもうセルフプロデュースになってくると思うんで、誰もね、自分のことをね、育ててくれないんですよ、今の時代って。そう。だから自分からどん、自分で自分を発信するということなんですよ。で、なんか好きなことを仕事にしていくっていうことは、自分で仕事を見つけていかないといけないですよね。そう。だから誰も仕事くれないんですよ。自分からどんどん仕事を作って、仕事を見つけて、それを実践していくっていうことの繰り返しになっていくと思うんで、もう自分で自分を発信して、俺ってこんなやつやで、みたいな、俺こんなことができますよ、みたいなことをどんどん発信するっていうことが大事になってくるかなと思うし、で、その発信する上で、大事なのがビジネスを勉強するっていうことは大事なのかなと思いますかね。ビジネス。そのビジネスセンスを磨くっていうことですよね。だからさっきの自分の武器を見つける、自分の、武器が最大限に発揮できるところを、探すっていうお話でも、これも言ったらマーケティングなんですよね。ビジネスでいうところのマーケティング、ビジネスを勉強して、で、自分の分析ですよね。自分なりに自分を分析して、で、どういうふうにしたら、こう、自分の力が発揮できるかっていうことを考えていくことが大事になってくるのかなと思うので、はい、そうですかね。うん。まあ、でも僕もね、実際に一番最初から自分の武器は人柄だと思ってやっていったわけでもなく、自分が挑戦して成功したことを分析したら、あ、これはこうだったんだなって思うことが多いと思うんで、だから、過去の自分の今までの成功したことを失敗したことを分析して、で、これはどういう理由でそうだったんだろうなっていうことを考えて、で、次の行動に活かしていけると、いいんじゃないかと思うので、もし音楽を仕事にしたい、音楽でお金を稼ぎたい、好きなことでお金を稼ぎたいって思ってる方は、ぜひ参考にしてもらえるとありがたいなということで、大変僭越ながらこんなお話をさせていただきました。はい。ということで。
そろそろね、喋ることがあんまりなくなってきてるんですよ。そう。だから、もしね、テーマをね、くれないですか？この、コメントでもいいんで、その、こんなテーマを喋ってください、みたいな。でも、まあ、あんまり僕も賢くないんで、喋れないテーマもあると思うんですけど、なんかちょっとそういうテーマをもらえたら嬉しいなと思います。はい。そんなことで、本日もありがとうございました。さよなら。